デビット・ウェインはアメリカ合衆国の俳優である。1914年、ミシガン州のトラバースシティに生まれる。西ミシガン大学を卒業後は、クリーブランドで統計家として働き始めるが、後に同州のレパートリーシアターに参加。後にブロードウェイへも進出して、フィニアン・エスレインボーでは、シアターワールドアワードとトニー賞を受賞した。トニー賞へは、 ブロードウェイ舞台版の8月15夜の茶屋でも受賞しているほか、ミュージカル舞台のザ・ハッピー・タイムへもノミネートされている。映画界へも進出して1948年にジェニーの肖像で映画デビュー。翌年にはスペンサー・トレイシー、キャサリン・ヘプバーン出演のロマンティックコメディ映画のアダム氏とマダムへも出演。マリリン・モンローとも4度共演するなど映画界でも 頭角を表して映画俳優としての地位を確固たるものにした。1950年代からはテレビ界へも進出して様々なテレビドラマシリーズへ出演。1957年に出演したサスピションではその演技が評価されて翌年のプライムタイムエミー賞の男優部門へもノミネートされた。ありがとうございます。